マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはついつまみ食いしてしまって後から後悔なんてことないですか？そこでこの動画では食事前にこれを食べると食欲を抑えることができて痩せる方法がわかるんです。もしあなたが食べながら食欲をコントロールして健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食事前に食べると痩せる食べ物3選についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目の項目、なぜ食事前に食べると痩せることができるんでしょうか。2つ目、食前に食べると痩せる食べ物を3選具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ食事前にこれを食べると痩せることができるんでしょうかっていう、その理由についてお伝えしていきます。ポイントは2つあります。1つ目、腸内環境が整うからなんですね。これはもうとっても大切なんですよ。一生懸命ダイエットしてもね、なかなか痩せることができない方、また痩せてもすぐ戻ってしまう方っていうのは、あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸が悪いだけで、なぜそうなっているかというと、腸内環境、イコール腸内細菌のバランスが悪い方っていうのはですね、太っちゃうんです。あなたが食べたいなと思っているものが、実は住み着いている腸内細菌たちの餌となるものなので、あなたが選んでいるわけじゃないってことなんですよね。じゃあどうすればいいのか。痩せ菌たちが喜ぶ、善玉菌たちが欲しがる餌をですね、やっぱりしっかりと入れてあげることが増やすポイント、イコール痩せ体質に根本的に生まれ変わることができるんですね。そのために必要な材料が使ってある食べ物です。そして2つ目です。食物繊維です。これもとっても大切なんですね。もちろんこの1つ目の腸内環境を整えるため、デトックスするために必要なものなんですが、そもそもこの食物繊維を食前にしっかりと食べることでどんないいことがあるんでしょうか。それは脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果がアップするからなんですね。誰でもですね、食べますよね。食べちゃうとね、どうしても血糖値が上がるんですよ。これ大事。ただその上がる時にですね、一番脂肪を溜め込んでしまいます。ということは血糖値を上げにくくすれば食べても痩せるわけですよね。その時に大活躍してくれるのがこの食物繊維なわけです。でプラスこの食物繊維をしっかりと食前に食べてしまうと、あんたの食欲がですね、抑えることができるんですね。すぐに満腹感を得ることができるので、あれ、なんかいつもよりももういいかなって、お腹いっぱいになってるなっていうのをその感じやすくなることができるんですよね。結果後からちょいちょいつまみ食いなんかしなくても満たされるわけですから、あなたはそういったつまみ食いも減っていって、どん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 痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。ではここから2つ目の項目です。食前に食べると痩せる食べ物3選について1つずつお話ししていきますね。まず1つ目は酢キャベツになります。もう私大好きです。もう毎朝食べてます。よくも飽きずにっていうぐらいね、食べてるんですけども、もちろんね、ちょっと味をアレンジしたりもするんですよ。少し無添加の黒胡椒をかけてみたりとか、無添加のマスタードとかね、いろいろアレンジはあるわけなんですが、ここではベースをお伝えしたいと思います。で酢キャベツというぐらいなので、材料はね、お酢とキャベツも使うんですが、それぞれのダイエット効果をお伝えしていきますね。まずお酢を使うならリンゴ酢です。イコール一番痩せるお酢になります。でポイントはね、こちらリンゴ酢は脂肪をどんどん燃やしてくれる効果がありますし、あなたの基礎代謝をどんどん上げてくれて、結果脂肪をね、ガンガンと、燃やしてくれる、プラスつきにくくそもそもしてくれるわけですね。で先ほど冒頭でお伝えしました通り、血糖値の急上昇をグッと抑えてくれるので、脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果があるっていうこと。そしてたくさんあるお酢の中でもリンゴ酢が一番ダイエット向きです。なぜかというと、酢酸という成分が一番多いのがリンゴ酢なので、その結果あなたの腸がですね、とっても元気で動く、蠕動運動が活発になることができます。そして次、キャベツのダイエット効果。もうまずはね、腸内環境を整えてくれるキャベツですよ。
なんと一度にですね2種類の食物繊維が同時に取れちゃいます。水溶性と不溶性ですね、溶けやすいものともさもさした方、両方必要なわけですから、それが同時に取れちゃいます。でまた何といっても低脂肪ですし、抗酸化作用もありますからね、アンチエイジング、錆びない体を作ることもできるんですね。そこで酢キャベツの作り方ご存知ない方のために簡単レシピご紹介したいと思います。酢キャベツです。キャベツ4分の1、リンゴ酢 100ml、天然のお塩小さじ2分の1と保存袋を1袋、あと保存容器1つご準備してください。もう簡単です。もうここはお好みでね、私は千切りにしますけれども、案外ね、ざく切りでもなんとかなります。しんなりした方がお好きな方は千切り。ちょっと歯ごたえが必要な方はざく切りでも OK です。でそしてポイントはこのリンゴ酢なんですけれども、痩せるリンゴ酢選んでくださいね。ポイントは原材料が国産のリンゴ果汁のみ、この一つでできているものを選べば大丈夫です。そして天然のお塩、これもねビタミンやミネラルが残っている良質の天然のお塩を選びましょう。精製した後のね安いお塩っていうのは体に良くないので選ばないでください。そしてこれらの材料ですね、入れるためのチャック付けの保存袋用意しましょう。でそこに入れてもみもみすればね OK です。でそのままですね、熱湯消毒したできれば瓶の保存容器に入れて、一晩冷蔵庫に寝かしていただきますと、翌日には美味しく出来上がっています。ということで私はねこの酢キャベツ毎朝美味しく食べています。それでは食前に食べると痩せる食べ物2つ目はこちらです。納豆になります。これもね、先ほど冒頭でお伝えしましたダイエット効果が全部キュッと凝縮されている食べ物になるんですよね。でプラスいいのは発酵してます。この発酵食品がね一番痩せ菌が含まれている食べ物なので、ぜひどうせ召し上がるなら発酵しているものがベストです。ということで納豆は発酵食品ですし、何よりもね大豆製品ですからね、高タンパク低脂質でしっかりとタンパク質も取れますよね。でタンパク質を取るとさらにね食欲満たされて抑えることができるから、とってもおすすめです。でまた女性にとって嬉しい女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをしてくれるイソフラボンも取れちゃいますから、もう一石二鳥も三鳥もあるわけですよね。そして気になるコレステロール値、高い方、こういった方はね納豆を召し上がっていただきますとそれも抑える効果がありますから、ぜひできればダイエット効果目指す方はね朝納豆を召し上がると効果がアップしますよ。ここで納豆の食べ方注意一つだけあります。納豆についているタレありますよね。私は使いません。なぜかというとね、化学調味料がたっぷり入っていて太っちゃうからなんですよね。なので私は味付けにね自分で作っている塩麹をちょっとティースプーン1杯入れたりとか、そこにさらにこうリンゴ酢もね入れるという食べ方もよくしています。では最後3つ目の食べ物は味噌汁になります。味噌汁もね先ほどの納豆と同じ大豆製品プラス発酵食品なんですね。でただねお味噌汁のその汁だけでいいかってそんなことありませんよね。そのお汁にプラスおすすめの食材は、一つ目の項目でお伝えした腸内環境が整って食物繊維がたっぷり入っている海藻類とかねキノコ類です。こういったものをしっかりかり得た味噌汁召し上がってください。もうめちゃくちゃダイエット効果上がりますし、何よりも満腹感もすごいし、汁物なのでお腹が膨れてるわけですよね。やはりね食べ物ばっかりというよりは汁物、イコール水分をたっぷり入れてあげることでね満腹感も得やすいですしね、便秘解消にもなりますから、ぜひ発酵食品のしかも大豆製品で食物繊維がたっぷり入った具沢山のお味噌汁召し上がってくださいね。やはり海藻類はねお腹もすっきり低カロリー食欲も抑える、もろもろ先ほどと同じ効果がたっぷり入ってますし、キノコもねできれば舞茸もねすごくダイエット効果高いキノコになりますから、ぜひこのセットで作ったお味噌汁召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、腸内環境が整ってしかも食物繊維がたっぷり入ったものを食前に食べることで血糖値をぐっと抑えてね、
食欲も抑えて自然と痩せ体質になることができるんですよでしたね。そのための3つの食べ物、ぜひ召し上がってみてください。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。